皆さんこんにちは。私は在日特権を許さない市民の会福岡支部長の沢村でございます。これは、2012年2月13日発売のプレジデントという雑誌です。この雑誌の106ページに、評論家の大前健一さんと大阪の橋本市長の、対談が載っております。私はこの2人の写真を見ますとですね、仮面ライダーに例えますと橋本市長が、主婦に人気のあるイケメンの売り出し中の俳優で、評論家の大前健一さんが仮面ライダーの脚本シナリオを手掛け、さらに仮面ライダーの着ぐるみを着て怪人と戦う仮面ライダーの中の人のに思えてなりません。つまり仮面ライダーの中の人と、主婦に人気のある仮面ライダーの主役のイケメン俳優の対談のように思えてなりません。仮面ライダーに例えるとそんな気がしてきます。そして一方、これが、2012年2月10、22日発売の、雑誌サピオでございます。この雑誌の、85ページですね。この雑誌の85ページを見ますと、大前健一さんがですね、独裁者橋本徹を、独裁者橋本徹の傾向と対策と題しまして、大前健一さんが橋本徹を褒めたたえるという、橋本市長を褒めたたえるという記事になっております。この記事を読みましても、仮面ライダーに例えますと仮面ライダーのシナリオや仮面ライダーの、着ぐるみを着て戦う中の人が、今回の仮面ライダーの主役はイケメンだろうと、かっこいいだろうと、そう褒めているようにしか私には思えません。仮面ライダーに例えるとですね、そんな気がしてなりません。さてですね、現在橋本ブームというのがありますが、3年前には民主党ブームというのがありました。7年前には小泉ブームというのがありました。そしてさらに10年前には、田中真紀子ですね、今田中外務大臣と、田中防衛大臣という田中真紀子の、ご亭主が、民主党でですね、防衛大臣をやっております。中国に、日本の防衛能力のですね、防衛情報が中国に筒抜けになるんじゃないかという心配の声が一般庶民からも巻き起こっております。その田中真紀子さんが10年前には真紀子総理待望論で、田中真紀子さんをぜひ総理大臣にと、そういうブームが巻き起こっておりました。そしてさらにその前にはですね、この大前健一さんですね、橋本さんとツーショットで写っておりますこの大前健一さんですね、この大前健一ブームというのが真紀子総理待望論の前にはブームとしてありました。でこの時はですね、グローバルとか日本は閉鎖的とか、開国か鎖国か、日本は開くのか閉じるのかと、今の橋本市長と全く同じことを言って、言っていた大前健一さんですね、評論家の大前健一さんの、大ブームがありまして、大前健一さんをぜひ総理大臣にという、そういう世論が巻き起こってた時代がありました。そんな当時にですね、私は当時東京におりまして、知人のですね、知人から声をかけられまして、霞ヶ関の官僚の勉強会というのに、参加してしたことがございます。その時にですね、実は、講師に来られてたのがこの橋本市長とツーショットで写っております大前健一さんでした。で当時も、大前健一さんは今の橋本市長が述べられているのと全く同じように、霞ヶ関をぶっ潰せ、中央集権をぶっ潰せと本に書いたり、サラリーマン向けの講演会で、声を荒げて言っておりました。そして私は、官僚の勉強会ですね、20代の 若手官僚の勉強会に参加した際にですね、大前健一さんが講師に来られるということで、さぞかし大前健一さんが若手官僚に対して中央集権をぶっ潰せ、霞ヶ関をぶっ潰せと、お前らはなってないと、そういうふうに若手官僚に対して喝を入れるものと期待して、私は、官僚の勉強会に参加しておりました。しかしですね、大前健一さんは、講師として
話し始めるや否や若手官僚に対して徹底的に媚びを売るんです。サラリーマン向けの講演会で喋っている大前健一さんとは全く別人です。180度別です。あれだけサラリーマン向けの講演会の場ではですね、霞が関のキャリア官僚を批判し中央集権を批判していた大前健一さんが180度正反対に官僚をですね媚びておもねてよいしょするんです。正直私は呆れました。しかもですね、自分大前健一さんから見れば自分の子供ぐらいの世代です。子供ぐらいの若手の官僚に対して徹底的に媚びておもねるんです。そしてよいしょするんです。正直ですね、今振り返ってみますと、これが朝鮮半島でいうところのですね、時代主義なのかなと思います。時代主義というのは自分よりも強い人に対して徹底的におもねることのことを言います。つまりですね、大前健一さんにとってですね、霞が関をぶっ潰せとかですね、中央集権をぶっ潰せとかっていうのはどうでもいいことなんだなと私は今思っております。つまり大前さんにとって大切なこと、大前健一さんにとって大切なことは大阪都構想とか道州制とか一国二制度とかによって日本をバラバラにしたいんだなと、そう思っております。そしてそんな大前健一さんが今手に入れたのがこの橋本大阪市長という仮面ライダーに例えればイケメンの俳優ということです。大前健一さんにとっては最高の広告塔ということです。前にも言いましたが、20年ぐらい前の大前健一さんの NHK のですね、出演した番組を確認してご覧になってください。今橋本さんがテレビで言われていることと全く同じことを喋っております。例えば地域国家論、例えば日本の独自圏はヨーロッパの小国の GDP に直すと同じだとか、そういった論法を橋本さんが言われることがありますが、ああいった地域国家論の発想や発言というのはもう大前健一さんそのものです。大前健一ブームの時の大前健一さんが言ってたこと、もうそっくりそのままです。もう気持ちが悪いぐらいです。